プラセーナジット王が仏陀を訪問する場面、プラセーナジットは、在位、紀元前6世紀頃、または紀元前5世紀頃の古代インドに栄えた、コーサラ国の王。現在の擬音症者ブラフマだった、もしくはマハーコーサラ前王の子と言われる。滝シラに学んだ後王位につく、釈迦浄道の年に即位したという、実前のコーサラデイビーを、マガダ国のビンビサーラ王につがせて、 カーシー国を持参金とした。マガダ国と並ぶ中インドの二大強国の王である。彼の日や子供の名前は仏典によって差異があり、一致しない。複数の日がいたとも考えられ、マッディカー夫人は、第二日とも、第一日とも。ある日、マッディカー夫人と、この世で一番愛しいのは誰かという話題になり、それは自分自身ですという夫人の答えに疑問に思い、 それをシャクソンに尋ね、シャクソンは他の人々にとっても事故は非常に愛しい。それだから事故を愛しく求める者は他を愛してはならないと説かれたという話がある。また彼には王子がいたが中でもジェータ大使とビドゥーダバ大使の二人が有名である。ジェータ大使は自身が所有する林園を座った長者に譲ってオン長者が建てられたことで知られる。 中和音教の第216教、愛生行には末里夫人との間には、カズメバジリー、カズオビドゥーダバがいた、ともある。一説には、ビドゥーダバ王子は、社家族の指導者が召使いに生ませた娘を、母親として生まれた、と社家族の者が馬鹿にするのを聞いて、父、母、社家族を憎み、社家族を滅ぼす決意をした、とする。つまりこの説では、 マッギカーは、召使いが生んだ娘とされる。プラセーナジット王は、ビデューダバ大使のクーデターに、愛、王位を奪われ、助けを求めに、マガダ国に逃げるも命尽きたと言われる。石飛道子、ブッダ論理学講談社選書メチエ、2005、129ページ、中村元、ブッダ神々との対話岩波文庫、1986年、169から170ページ。 中村元、環境の言葉岩波文庫、1978、5章18、村越秀弘、東道孤人、完全使い目で見る仏教小百科 P69、ありがとうございます。